海軍天文台の紋章マルクス・マニリウスのアストロノミカからの引用。ナガバーナンディ・スタジアム・パーベネット・イン・アストラ。一本手向回路カンジャンクッシュとが書かれている。アメリカ海軍天文台は、アメリカ海軍の管轄下にある天文台である。アメリカ合衆国で最も古い科学機関の一つで、アメリカ海軍とアメリカ合衆国国防総省のための即位。広報・法事の提供を。 主な任務としている。ワシントン DC 北西地区のエンバシーローの北西端に位置する。建設当時は郊外であったが、現在は周辺もとしかし郊外の影響を受けるようになっている。元所長のゲルノット MR ウィンクラーは、アメリカ宇宙軍が運用する g p s 衛星群に正確な時刻を提供するマスタークロックサービスを開始し、現在もユスノが運用している。 ユスノでは地球回転パラメータを生成するために世界中の多くの共同研究者と共に VLBI によるクエーサーの位置測定を行っている。また海軍天問題の敷地内にある邸宅、オブザーバトリーサークル一番地は1974年から副大統領の皇帝として使われている。海軍天問題の長官写真1877年にアサフホールが 火星の衛星の発見に使用した合計26インチの望遠鏡1825年、ジョン・クイン・シー・アダムズ大統領は大統領を退任する直前に国立の天文台を設立する法案に署名した。当時アダムズは天文学を国家レベルで普及させるための努力をしていた。アダムズは毎晩性の観察と記録を行っていた。アダムズは 国立の天文台の名称をナショナルアブザーバトリとするつもりだった。設立当初はナショナルアブザーバトリとネーバルアブザーバトリの2つの名称が閉称されたが、その後、正式に校舎を使用するという判断が下された。1830年12月6日、海軍長官ジョン・ブランチの命令により、デポー・オブ・チャーツ・ンインストゥルメンツとして設立された天文台は、 当初は小規模なものだった。ルイス・ m ゴールズ・ボロ中注意が長となり、年間予算は330ドルで、公開用ケーの修復、修理、構成を主な業務としていた。1842年、連邦法と議会からの2万5千ドルの予算により、国立の天文台として設立された。ジェームス・メルビル・ギリス中尉は、必要な機器と書籍の入手を担当した。 ギリス中尉はヨーロッパの主要な天文台を訪問し、望遠鏡やその他の科学機器、書籍を購入した。当時の天文台の主な任務はアメリカ海軍のマリンクロノメーターや海図などの航海用機器の管理である。天文台は守護戦場を構成が通過する時刻を測ることで船のクロノメーターを構成していた。1844年に 現在のカーン記念堂の北側、ホワイトハウスの西側にあるホギーボトムに天文台が開設された。1893年にマサチューセッツ通りを見下ろすオブザーバトリーヒルの上の2000フィートの炎上の土地に移転した。これらの施設は2017年に国家歴史登録財に登録された。初代天文台長はマシューフォン本ン・モーリー海軍中佐だった。 チャールズ・グッドイヤーが、モーリーが要求する仕様に合わせて、世界初の下流法時級を製作し、海軍天問題に設置された。この法時玉1845年に実用化され、アメリカで初、世界でも12番目の法時球だった。モーリーは恒星や惑星の観測により正確な時間を計っていた。この法時玉は日曜日を除く毎日、 天文学的に定められた平均太陽正午の瞬間に投下された。これにより視界に入るすべての船や民間人が正確な時間を知ることができた。南北戦争が終わる頃には天文台の時計から電信で結ばれたワシントン DC のすべての消防署の継承が1日3回鳴らされるようになった。1870年代初頭には天文台の正午の信号が ウエスタンユニオン電信会社を通じて全米に配信されるようになった。鉄道会社はこの信号を鉄道用のクロノメーターと併用した。1912年10月28日、バージニア州にある海軍のアーリーントン無線局が海軍天問台の信号を使って無線で時報を提示発信するようになった。百四十九年、マサチューセッツ州ケンブリッジに 独立した組織として、ノーチカルアルマナックオフィスが設立された。1866年には、ワシントン DC に移転し、当初は、フォートマイヤー付近で運営されていた。1893年に、海軍天問題に統合された。1894年9月20日、なおは、海軍天問題の一部門となったが、その後も数年間は、独立した組織であった。 海軍天文台に課せられた初期の科学的任務は太陽と地球の間の標準的な平均距離を定めた天文単位の定義にアメリカが貢献することだった。これは合衆国議会が資金提供したアメリカ金星通貨委員会の支援の下で行われた。1639年以来多くの国が金星の太陽面通貨を天文学的に測定したことにより 天文単位の値は徐々に正確になっていった。海軍の観測隊は写真撮影を重視し、1874年には350枚、1882年には1380枚の写真看板を変装した。世界各地で同時に行われた調査の結果、調整後の対応視差の最終的な値は8.809秒、確率誤差は0.0059秒となり、 アメリカで定義された地球、太陽間の距離は9279万7000マイル、確率誤差は5万9700マイルとなった。計算されたこの距離はそれまでの推定値よりも大幅に改善されている。1877年、アサフホールはホギーボトムにあった海軍天文台の合計26インチの屈折望遠鏡により火星の衛星を発見した。 この望遠鏡は1893年に現在の位置に移された。1913年11月、パリテン問題はエッフェル島をアンテナにしてアメリカ海軍のアーリントン無線局との間で連続波を相互に送る実験を行い、両局間の正確な経度の差を調べた。運用中のフラッグスタッフ観測所1934年、当時最新の大型望遠鏡が 海軍天文台に設置された。合計40インチのこの望遠鏡は著名な工学技術者であるジョージ・ウィリス・リッチーによって制作された。リッチー・クレチアン式望遠鏡の設計は、その後、WM ック天文台やハプル宇宙、望遠鏡など、ほぼ全ての主要な望遠鏡の工学設計の事実上の標準となっている。海軍精密光学干渉ワシントン DC の 公害により観測が困難となったため、1955年、海軍天文台は40インチ望遠鏡をアリゾナ州フラッグスタッフに移設した。その10年後には、海軍最大の望遠鏡である61インチのカイストランド式天体反射鏡がフラッグスタッフで完成し、1964年より使用を開始した。2010年、海軍天文台から独立した。 海軍天文台フラックスタッフ観測所となった。また、ノフスは海軍精密工学鑑賞系を管理している。海軍天文台では、現在では重要な天体観測を行っていないが、正確な時間と時間間隔、地球の回転、天体観測の分野では主要な権威であり続けている。また、国内外の多くの科学機関と協力して、正確な工法、 日天文学、基本天文学や天文計算に必要な法事、天文データを決定し、これらの情報を書籍やストロノミカルアルマナック、ザノーチカルアルマナックやオンラインで提供している。海軍天文台の図書館はアメリカ最大の天文学の図書館であり、天体物理学に関する定期観光物の世界最大のコレクションを有する。この図書館には 過去1000年の間に出版された物理学や天文学の書籍の中でも貴重なものや有名なものを多く含んでいる。1990年、機道力学部と天文応用部が設置され、公開年間局は天文応用部の一部門となった。1994年に機道力学部が廃止され、その機能は天文応用部内のグループに移された。2010年、 ユスノの天文学部門である海軍天文台フラックスタッフ観測所がユスノから正式に独立した。ノフスはアリゾナ州フラックスタッフ郊外の標高2000メートル以上の鉱山森林地帯にあり、郊外の影響を受けない場所で国家的な天球参照系の任務を遂行している。副大統領皇帝。 オブザーバトリーサークル一番地1974年から海軍天文台の敷地内にあるオブザーバトリーサークル一番地の家が副大統領の皇帝として使用されている。皇帝にはシークレットサービスによる厳重な警備が敷かれている。この建物は海軍天文台の建物とは別の場所にある。以前は天文台長、後には海軍作戦部長の住居として使われていた。 アメリカ海軍天文台の原子時計軍海軍天文台では2つのマスタークロック施設を運営している。ワシントン DC のマスタークロック施設では57台の高性能セシウム原子時計 HP、AH、アジェロンとシメトリカム 5071A-001 と24台の水素メーザーを維持している。コロラド州のシュリーバー空軍基地にある代替マスタークロックでは 12台のセシウム原子時計と3台のメーザーを使用している。海軍天文台では、また70、16の安定度を持つルビジウム原子泉時計を4台運用している。海軍天文台では、このタイプの時計をさらに数台製作して、2つの施設で使用する予定である。ユスノの掲示に使用されている時計は、温度が摂氏0.1度以内。 相対湿度が1%以内に保たれた19の環境室に保管されている。法事はワシントン DC の時計にのみ基づいている。2007年6月7日、時間の計算に70個の基準が加重された。海軍天文台ではインターネット上に設置された26台の NTP サーバーと電話による音声アナウンスで一般向けに時報サービスを提供している。 ありがとうございます。